昨日の設立総会には農業の団体や機器メーカーなどからおよそ100人が出席しました。新たに発足した組織では人工衛星の位置情報を利用して精度の高い農業機械の自動運転などを可能にする RTK システムの普及を進めます。このシステムは農作業の省力化や負担軽減につながる技術として期待されています。総会では再来年度を目標に RTK システムの技術実証や情報発信に取り組むことを申し合わせました。スマート農業の技術を、宮城県で広めていって、でなおかつ全国に発信できればなというふうに思います。この後、先端技術を活用したスマート農業をテーマにしたシンポジウムでは、高齢化などの課題の克服にスマート農業を役立てている先進例が報告されました。